はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずッこです。それでは今回なんですけども、楽天市場で購入したキャッシュレス財布、2ヶ月使って感じたメリットやデメリットということで、今回は以前僕が動画で紹介したキャッシュレスのお財布の動画ですね。まあ、購入して実際に使ってみてですね、現在どんな状況なのか、で、使ってみた感想など含めてですね、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 まず今回ですね、まずお財布のことをお話しする前に、前回の僕が動画で紹介したお財布の動画をまだ見られてない方はぜひこちらを先にチェックしていただければ、まあ、話が結構すんなり来るのかなと思いますので、一応まずあのこちらの動画を見てみてください。リンクは下の概要欄に貼ってます。でですね、今回お財布を購入して、そこからまあ約2ヶ月弱ぐらい経過したんですけども、まあ、それぐらい使ってみた、まあ実際の結果はということなんですが、まあ、結果はという方は言い方変かもしれないんですけども、 まあ今回分かりやすく言うと2ヶ月使った率直な感想ですね。まあ、率直な感想、まあ、一言で言うと、思っていた以上に手に馴染むということですね。まあ、手に馴染むという表現も難しいかなと思うんですが、まあ、まあ簡単に言うと使いやすいということですね。本当になんか思ってた以上に使いやすくて、全然2ヶ月使った上で、 いろいろ気になったところはあったんですけども、今のところは問題なく使えてるということですね。で、ここからなんですが、購入当初、まあ財布がどういった状況だったのか、で、そこからまあ2ヶ月後使ってみて、今のお財布の状態、それぞれを写真で比較しながらですね、一緒に見ていければと思います。ということで、こんな感じですね。まずは購入当初の時の左側の写真なんですけども、まあ真新しいような状態で、これ動画で紹介してる時の状態。で、2ヶ月使ってみた状態はこんな感じですね。 まあ見ていただいたらわかるように若干まあ少しずつ傷が入ってるという感じでまあこれはね普通にもうレザーの財布の特徴でもあるんですけどもこういった傷が入っていくとまあ少しずつまあ味が出ていくような感じかなと思います他にもねこういったところにも入っていたりしてまたすまあまあ何回かまた使うにつれてここら辺も馴染んでくるのかなと思うのでまあここら辺は共有範囲ですねで次開いた時の状態がこんな感じとなっておりますあんまり開いた感じに関しては ちょっとあまりり変わりはないいのかななという感じですねでちなみにですねちょっと色合いなんですけども左側がその真新しいような状態で右側がちょっと色が薄れてるように見えるんですが多分これは光の加減とか、まあ、コントラストの問題か分かんないんですけどもそんなに色はあまり大きくは変わってないのかなと思いますまあちょっとこの色合いの変わり方に関してはちょっと個人差があると思うんですが僕的にそんなに変わってないのかなと思いますね で、次は財布を閉じた裏側の状態でですね、小銭入れの部分なんですけども、こんな感じとなっております。まあ何度かね、もうちょっと使ってるので、もうここら辺も共有範囲なんですけども、傷がまあいくつか入ってる状態で、もうここもまあまあ使うにつれては馴染んでくると思います。 で次は小銭入れの部分ですね。ここ意外と使うんですよね。本当最初はですね、もうこの財布買う時っていうか、財布買う前の時は小銭入れはいらないというふうに思ってたんですけども、意外とあったら便利がいいですね。あまりま,あまだそんなに使ってないからかわからないんですけどそんなに汚れではないので、今のところはこんな感じで比較しても同じ状態ですね。 で次はカード入れた時の状態ですね。ここもそんなに変わりはないのかなと思います。で、あとはお札を入れた時の状態。まあ、ここはね、あのー、今真ん中にも入ってるようなこのクリップ、マネークリップですね。まあ、これがすごいね、便利が良くてですね。結構チープな作りでできてるのかなと思ったんですけど、そうではなくて、本当にしっかりとお札を固定してくれるようなカチカチカチっていう風になってくれるんですけども、3段階、1段階、2段階、3段階ぐらいで稼働してくれるようになってます。 まあ値段的にはめちゃくちゃ安かったんですけども、まあ、今のところ2ヶ月使った感じは全然あの問題なく使えてるという感じですね。 で、次は財布を閉じた時の上の部分ですね。ここもまあ意外とまだ綺麗な状態ですね。まあ2ヶ月ぐらいなのでまあそれぐらいかなと思います。で、僕的にはですね、ちょっと気になったのは、ここの部分、今青い矢印が入ってる、まあたい縁の部分ですね。この部分がすぐにダメになってくるのかなというふうに思ってたんですけども、思ってた以上に今のところこう破れたりとか、まあその傷が入ったりとか、たぶまあ使い方にはよるとは思うんですけども、ここも意外と綺麗な状態でちょっとびっくりしてます。 あとはこの財布を閉じた時の下の部分ですね。ここも上の部分とほとんど変わりはなく綺麗な状態で保ってます。で、ここからなんですけども、実際にこのキャッシュレス財布を使って良かったポイント、そしていまいちだったポイント、まあそれぞれありましたので、ここも正確なのでお伝えします。で、先にお伝えするのはいまいちポイントからですね。 大きく分けて二つあるんですけども、まず一つ目、レシートや領収書で圧迫ということで、まあこれはね、まあもちろんあのキャッシュレス財布なので、レシートとか領収書が入る前提で作られてる財布ではないのはわかってるんですけども、やっぱりね、普通の私生活でスーパーとか、例えば洋服屋さんであったりとか、まあ飲食店であったりとかそういったところでね、レシートとか領収書をもらって、まあそれを挟むとやっぱりちょっと圧迫されるなという印象でした。 例えばでいうとこんな感じですね。一応このお財布にはお札を大体3、4枚プラスレシートを2枚と、まあ、ちょっとした領収書を1枚という感じで若干サイズも違うというような状況ですね。 まあ、ここまで入った状態でも結構圧迫感があるんですよね。しかもちょっとその領収書とかレシートによってサイズがやっぱ若干変わってくると、お財布からこう飛び出してしまうっていうこともあるので、まあ若干こう折り曲げたりしながら、マネークリップで挟むというように今は僕は使ってます。まあけどまあ2ヶ月経った今では若干もうこんな風に使えばいいかっていう感じで慣れてきてはいるので、まあ工夫して折り曲げれば、 まあ、ギリギリ、こう、コンパクトには収まるかなという感じですね。けど、使い始めた時、やっぱりちょっと圧迫されるなという印象もありました。次、二つ目、小銭入れのファスナーが少し重いということなんですけども、まあ、先ほどね、小銭入れがあって良かったというふうにお伝えしたばかりなんですけども、やっぱちょっと値段の割り、まあ、本当に結構安いお値段だったので、まあ、ファスナー自体がね、口コミでは若干ちょっと重たいみたいな、重たいとか、まあ、使いづらいという、 コメントもあったので、まあそれをもう分かった上で購入してたんですけども、まあまあ確かに若干ちょっとファスナー重たいかなっていう風な印象でありました。けどまあ2ヶ月経った今はもうこういうものだなっていうふうに思って普通に問題なく使ってるという感じですね。以上が気になったいまいちポイント2つについてでした。それではこちらですね、次は良かったポイントということなんですけども、今回この財布の良かったポイント大きく書いて4つに分けてます。 まず一つ目はポケットに綺麗にはまるということですね。これは結構僕の中では大きいですね。ここ最近までは本当にポケットにお財布を入れるっていう習慣がずっとなかったんですよ。ですけども、このお財布になってポケットに入れたら結構しっくりきてるんですよね。 で、普段僕が持ち歩くものとして、まあ、お財布プラススマートフォンとあと家の鍵という、だいたいこの3つで動いてます。まあ、外で作業するときとかはもうリュックを使ってパソコンとか入れ持っていくときあるんですけども、基本的になんかちょっとしたプラッとお買い物行くときはお財布、携帯、もう鍵という感じなので、このお財布はもう前のポケットに入れても全然問題なく持ち運びができるという感じです。で、次2つ目なんですけども、お札ストッパーが活躍ということなんですが、これ意外と便利が良くて、 でそのお札ストッパーってどういうことかというと一番真ん中のマネークリップのことではなくてですねここのポケットの部分ですね、まあ、いわゆるそのお札をマネークリップで挟んだ時に安定させるためにそのお札の端っこの部分をスポットはめるようにするための、まあ、ポケットみたいなものなんですが まあ僕が普段の使い方がですね、なんとあの、カードとかを入れてるんですよ。まあこれ、ちゃんとした使い方ではないので、まあ、あまりおすすめはしないんですけども、他に一応カード入れるポケットがあと2枚ほどあるんですが、例えばそのサブカード、クレジットカードとかであればサブカードとかで、 ますぐにこうポケットに入れて使いたいなという時は、このお札のストッパーが結構便利よく使えるかなっていう感じですね。まあちなみに今出てるこの JQ カード、JQ エポスカードで、ね、まだ僕動画では紹介してないんですけども、ちょっと前にちょっと作成してね、まあツイ t タ r ではつぶやいたんですが、もしねタイミングがあればちょっと JQ エポスカード動画にしようかなというふうに思ってます。 まあそういったことも踏まえても、やっぱりこう、一時的に使いたいカードとか、まあちょっと眠ってるカードを外に持ち出して使うときに、このお札のストッパーというのはすごい便利がいいなっていうふうにも思いました。次3つ目、小銭入れが便利ということで、もうこれもね、先ほどお伝えしたんですが、まあ、この部分ですね、財布の裏の部分なんですけども、 今まで僕がマネークリップとしてお財布としてまあ利用してた時はもうお札とカード、レシートを全部それに挟んでたんですけどももしお釣りとか現金決済をしてお釣りが出てきた時はもうポケットにジャラって全部入れてたんですよで、もうそれにもずっと慣れてたんですがやっぱりこう動くとかまあ歩く時の旅とかまあやっぱジャリジャリっていうかジャラジャラみたいな感じで音が鳴っちゃうんですよねまあ入る枚数はそんなに多くは入らないんですけどもまあ言うてもそんなにお買い物して小銭が出るっていうことはほ,ほとんど今の私生活ではない ななのででででこれぐらいい収まるかなという感じですで最後4つ目ということなんですけども値段の割に丈夫ということですねまあ今回のこの財布なんですけどもまあ後ほど値段も言うんですがもう本当になんかもうチープな感じで作られてるかなと思ったんですけどもなんかその一応楽天市場の中には本革というふうにも書いてたのでまあ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 この値段の割にまあ騙されたと思って使えばいいかっていうふうに使ってたんですがまあ使いやすくて まあ一部その傷が入るのはもう前提として使ってるんですが、まあ非常にまあマネークリップといい、お札のストッパーといい、すごいなんかまあまあ丈夫に作られてるので、意外とやっぱコスパがいいなというふうに思いました。まあこれはね以前の動画でも言ったんですけども、値段の割には本当に丈夫ですごく使いやすいなというふうに思いますね。で、今現在なんですけども、先ほどお伝えしたその楽天市場、9月21日月曜日の段階であれば、 ここですね、楽天市場で税込み3480円で販売されてます。以前動画で紹介した時も、もしかするとまあ同じぐらいのでなんかなというふうに思います。でね、もし買うタイミングであれば、もし楽天ユーザーであればね、普通にまあ購入してもいいと思いますし、本日9月21日月曜日の20時から、まあ、楽天利用されている方であればよく聞くね、ポイント最大44倍お買い物マラソンがスタートするので、まあ、それに合わせて、ね、購入するのも全然ありだなというふうに思います。 まあそんなこんなで今回は僕がキャッシュレス財布、楽天市場で購入したキャッシュレス財布を2ヶ月使ってみた結果ということで動画にしてお伝えさせていただきました。まあほんとね、まあこれまでは一番右側の LINE のキャラクターブラウンの本当マネークリップをずっと使ってて、それから真ん中の赤い財布を一時期使ってたこともあったんですけども、そこからね、今日紹介したキャッシュレス財布に至るというわけなんですが、もう本当つくづく変えてよかったなと思います。あんまりこう、財布とかね、たくさんいろんな方にそのブランド名とかこれがおすすめですよってたくさんコメントいただいて、大変感謝はしてるんですけども、迷った挙句結局これになったということなんですが、 結果的にはすごい買ってよかったなという風につくづく思ってます。今はね、2ヶ月使ってみた結果ということなんですけども、ここからね、また半年であったりとか、まあトータルの1年間であったりとか、まあどれだけまた味が出てくるのかっていうのは、まあこういったレザー財布の特徴かなと思いますので、まあそれそれでまた一つ楽しみにしていきたいなと思います。一応ね、今回お伝えしたお財布に関する商品のリンクに関しては、下の概要欄に貼ってますので、ちょっと気になるなっていう方がいらっしゃいましたらぜひチェックしていただければなと思います。ということで、 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました